と MC 神崎あさみです。お願いします。みやびです。よろしくお願いします。同じくアシスタント MC の橋本由紀です。よろしくお願いします。今月もこの5人で声優プラネタリウムをお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。早速噛んじゃった失礼しました。はい、声優プラネタリウムね、5周年を迎えたということで新スタジオでお送りすることになったんですが、皆さんどうですか？新スタジオはどうですか？拍手するしかないよね。全然あの声に出していいんですよ。いい匂いとか新築の匂いとか確かに新築の匂いはそう結構するよね。綺麗になりましたね。本当に、うんうん、ちょっと広くなったし、そうちょっと配信だと見えないんですが、観覧してくださってる皆様は多分見えてると思います。木が木の感じが木の香りそうそうそうどうなんだろうね。配信の方からは多分後ろの景色は見えてると思うんですが、若干ね、若干近くなった。やっぱ見え方全然違いますよ。あーすごい、この四角だとめっちゃ見える。すごい映ってるよ。すごい今乗って、何線だか分かんないけど乗ってくださはい、ということで、前回から1ヶ月経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。2回目にして新スタジオそうなんですよ。2回目にして新スタジオで、しかも私服って言われて。あ、そうじゃん。皆さん、いいよ。見てる方は見てると思うんですけど、私もう X で私服って何ですか迷ってたんだね。さゆき撮影でも、もう着物とか浴衣だけだったので、もうほぼそれが私服になってたので、はいはい、もう今日はどうしようってすごいいろんなねサイトをあさってあさって見て来たら、結構ジーンズかぶりが本当だあったりとか、黄色で合わせちゃったりとか。本当だ、すごい、何これ奇跡って感じリアクション可愛いね。すごい喜んでます。すごい良かった、ね、秋の色になりましたね。確かにまだちょっと秋の気温ではないけれども、ね、全然そう、ちょっと暑さの文句に関しては後でね、こう番組の後半でアミミのお天気予報の時にね、みんなでぶつけていきましょう、うん、はいはい、皆さんコメントもしてください、はい、そして、今月の初めかな、朗読劇がありましたよね。そうなんです。お疲れ様です。 ありがとうございました。本当にありがとうございました、うんうん、そうですね、やっぱりあでも今まで何度か出させていただいてたんですけど、うんうん、その中で一番楽しくできたっていうのはありました。はい、これからも頑張ります。頑張りましょう売れっ子になりましょう、この場面でね。はい、そうですね、私はですね、今月先週ぐらいまでベトナムに行っておりまして、そうコロナ明け初の海外だったんですけど、そっか、さあもう超美味しくて超楽しかったんで、またこの話題に関してはね、あの個人配信の方で皆さんと語りたいなと思っております。美味しいが一番最初に出てきて超美味しくて何がっていうのもきっと分かってると思うそうなんですよね。そうなので、あの会場に、ね、来てくださった五感劇の皆様には後ほどあのお配りしますので、お土産をね楽しみに待っていてください。はい、そして、今月4人私も、誕生日だね。誕生日ですね。3日前3日前だね。3日前に誕生日、はい、一足先にお二人一足先にお誕生日を迎えましたおめでとう、おめでとう、ありがとうございます。じゃあね、今月声優プラネタリウムの5周年と私たちの誕生日と合わせてまずは乾杯しましょうか、はい、開けるぞみんな。皆さん準備はよろしいでしょうか。じゃあ、9月30日で誕生日を迎えるアミミに乾杯の温度をとっていただこうと思います。皆さん片手にお酒を掲げまして、せーの、乾杯。乾杯。声優プラネタリウムおめでとう。おめでとう、おめでとうございます。このさ、乾杯した後の沈黙が私大好きでみんなその時だけお酒にめっちゃ集中してるいい時間だよね。カニ食べる時とお酒の一口目は一緒だから確かに確かに。
今月、誕生日を迎えるということで何失礼いたしました大丈夫大丈夫やらかしたちょっと揺れないで機材があ、ほんとすいませんありがとう大丈夫ですありがとうございますじゃあカメラをこっち側にしていただいてこっち先落としてくださいすいませんちょっとゆうちゃんがねなかったことでここはカットしますのでその間にね、はい、誕生日を迎える、はい、2人と私もですね、今月の月から1年間の人生の抱負もしくは貯金額どちらかを発表していただいてよろしいでしょうか。明確な目標を持って生きてきたことがあんまりないやめろやめろどういうことやねなんかこれやれあれやれって言われたらはいやりますで生きてきてるんで割とそれででもさこなしちゃうのがすごいよね本当にそこがアミミさんのすごいところなんかたのらいいっすよって全部言うタイプだからスケジュールに空きがある限りいいっすよって何でも言ったらここレギュラーになってるしそうかなんでもう何でも受ける精神は変わらずまあただ一生家に引きこもってはいるので家に引きこもってる時間をちょっと今年から編み物を始めようかなと思って、そう今まで布だけに特化してやってきた今回ちょっと毛糸で編み物始めようかなって趣味で思っております。どんどんおばあちゃんになっていくと思っております。マフラーすごいマフラー欲しがるじゃん。どんどんおばあちゃんの趣味をねセーターセーター結構でかいものができたら着てきますね私この子の服が欲しいな。あ、ちっぴちゃんの冬服冬服確かに着せ替え人形かわいい。私自分の縫いもいっぱい着せ替えやってるね。あそこに観覧してくださって、え、待って仮面がついてる超可愛いんだけど後で見せてもらいます後ほど X に載せていただいて楽しみにしていてください。そしてあさみは、はい、貯金額はちょっとなんか珍しいタイプだねNG とかないんですかカオルさん大丈夫事務所的に大丈夫あ、OK よいいみたいどうかと思うよ、うん、どうかと思う。いや目標貯金金額とかもあるから、ああ確かにいくらやっぱ夢は大きく1億円何年計画何年計画のうち死ぬまでに死ぬまでに死んだら使えなくなるよ。確かに死ぬ前に使えるくらいまでね、やんないと。しかも貯め続けると税金に持ってかれますから。確かに確かに、定期的にちゃんと好きなものにはお金を払っていただないと金の延べ棒とかに変えないと金に変えていくの大事。そうしましょう。大事大事そうですかね。やっぱり、まあ、声優なので何かキャラクターなり役のついたお仕事をやりたいなと思っております。ちょっと言霊ってねあると思うので、やっぱ声に出すと大事だっていうことなんで、そうですね、なんかちなみにどんな役がいいとかある？もういただけるんだったらもう何でも何でもないから大事だから D 先輩がいいっすよ芸歴10年の D 先輩からの言葉です。ちゃんとメモって聞いといてでも何でもいいっすよって答えられる精神でそうだね、大事だねそういうのはね、はい、頑張っていきましょう、はい、頑張りたいと思います。頑張りましょう。は何かある？私は声優プラネタルームで一度も噛まずに MC やってみたいです。噛まずに、ちょっと早かったよ、されてるんだよ未来で誰かが見てくれるかもしれないじゃないか。まあ、でも今月まだいけるんじゃないですか。そう、まあ、誕生日迎えてないからこれからだから確かに来月から頑張っていきましょう。じゃあ今日のうちにちょっと髪納めを、そうですね、デトックスいっぱい出しておいたらね、そうデトックスしていきましょう飲んで飲んで、ありがとう、いいですか、いいですか、ありがとうございます、助かるよ、うん、はい、ということでね、誕生日のメンバーの抱負も聞いて聞け納め納
デトクさんね、デトクさんいっぱい出してるのがいいから4人が一斉にフォローに回る。ありがとうございます。幸せでございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、この番組は北千住より声優カルチャーを世界に発信していく声優トーク番組です。本日の放送は北千住駅前にある CM 放送局にて6階にて放送しております。こちらはレッドシーププロジェクトの提供でお送りいたします。よろしくお願いします。一息ついちゃった。熱熱さあ、ということでですね、はい、我らが声優プラネタリウムのおなじみのこの方に登場していただいて、9月誕生日のこの方に登場していただいて、はい、早速コーナーをお送りしていきます。それでは呼んでいきましょう。せーの、ポエムさん。はーい。お待たせしました。長いよ。ごめんなさい。ここクーラーなくて暑いんだから。噛んじゃって、はい、すいません、毎度毎度関係ないですけども、いやいや関係ありますよ、はい、私が来ました。はい、お笑い芸人のポエムカズエです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。いやいやいや、僕なんかもね、本当に芸歴23年目だけど、この間、いやそこやるんだけどさ、この間もだっていまだにさ、はじめまして木村拓哉ですって滑っちゃってるからさ、何も言えないのよ。笑いなさいよ。笑いなさい。じゃあ企画担当ということで、はい、あ、ごめん、あ、これ誕生日プレゼントあげる。あ、ありがとうございます。楽屋にあった。ありがとうございます。分かります。はい、ということで私が来たということですね。あ、ごめんなさい。はい、私が来たということで、企画コーナーはこちらに参りましょう。はい、書いてねえじゃねえかよ。はい、なんかと、このハッピーゴールデンボックスからトークテーマを引いてみんなでトークしようのコーナー。イエーイ。ありがとうございます。ずっと持ってやるの。失礼して、ありがとうございます。大したボケじゃないからいいです。ありがとうね、ありがとうね、さすがだよ、ユッキー最高。じゃあですね、この、箱の中にですね、トークテーマを、北村さんが書いてくれてます。お、はい、オフィス香る代表の代表じゃないけど後、後の代表とも言われてるとか言われてないとかの北村さんからが、こちら5人にね、あのなんか話してもらいたいトークテーマを書いてもらってるらしいです。5周年なんでね、はい、でそれが 5個入っておりますので、うん、みんなに1つずつ引いていただいて、そのトークテーマから盛り上がっていきましょうという話になっております。ちなみに質問内容は私も分かりませんので、はい、もしかしたら本当に預金額を言わないといけないかもしれません。はい、もしそうなったらユッキーだけ言ってくれる。あー、欲しい。助かる助かる。一番の都合ですから ね。すごいよね、こんだけ5人いてさ、やられ焼きユッキーしかいないんだからさ。おかしいな。意外とうまく避けてるのがアサミンだね。ね、さらっとね、お高く声一番いい優等生役だよね。すごい、ガラス割られるといつもね、疑われるよね。本当に冤罪を何度受けたことか。俺もそのタイプだ。じゃあ最初引いてもらうと、この順番でいっか。はい、はい、じゃあ最初、じゃあアミミに引いていただきましょう。オチだね。いや、話す順番とは言ってないですか。はい、そかそか、トークテーマを言ってください。はい、アミミどうぞ。アイドルグループを組んだ時の担当カラーは。おお、でも決まってんだよな。これ知ってるよ私。知ってる、どういうこと。決まってる人がいるじゃん、ここの中でも。ここで組んだとしたらってことですか。ここで組んだらってことですよね。あ、だからもしかしたらまあね、チッピは昔あの忍者やってる時はね、紫忍者だったけど、うん、紫忍者だった。で、あ、耳は黄色忍者。忍者じゃない。忍者じゃない。違った。忍術やったことない。やったことなかった。まああるけどね、だからこれだったらわからないじゃない。うん、確かに。このグループだと、はい、自分は何になりそうか。そうだ、まずは自分の希望を書いてみる。そうだね、いいね、参加していいの。そこで、かぶっちゃった色はちょっと相撲で決めていただける。相撲。いいんすか。新スタジオ壊れるかも。いいでしょう、もう穴開いてもすいませんね、知りませんよ。大丈夫でしょ、穴開いて使い始めてまだ1ヶ月経ってないんですよ。なんか、このレッドシープさんの制作では今日が初日らしいんです。ありがとうございます。だから、木の香りがするという。うんうん、するするしますよね。きっとお客さんは分かると思いますけど、なんか、うん、ニスの匂いっていうのも分かんないけどね、うん、するよね。やっぱ新築の新築のね、うん、香りするよね。
いい香り大好きです。私前回あれだよね、時は上だった、あ上か上あれだ何回もね間違えちゃって、俺チッピン何回も言ってましたね、はい、下ですよ俺と北村さん何回もあーキーッはーい、チッピのピの丸を取ってやろうかっつって、ね、やめて言ってましたよね、はい、かけましたかな、はい、自分も、うん、やりたい色をまずはかけましょう。やりたい色、そうで話し合いの結果もしかしたら負けて群青色担当になる可能性。マジで群青なの群青は全力で止めるよ。私結構群青色好きなの。私も群青色と思ってたくらい群青色好き。あでもさ確かに群青色とかだと、うん、あのファンの方は持ちやすいのかもね。あファンカラーとかありますよね。いやどうだろう、サイリウムないよね。群青って茶色ですかみたいな。え青じゃない、青と緑の間みたいなやつですね、濃いやつですね。あそこれは紺だけど、もっと緑に近い感じの緑に近いやつだよね。群青色、群青色だよね。群青色か、群青色、え、アサミン群青色か、決まったの、決まったの、アサミンは私か、うん、MC が言ってるから。いやもうそれはもうやるしかないですね。一回一斉に上げてみましょうか、皆さんどうぞ、はい、どんじゃーん、あ、おっと、あ、全員の書いてきたんですね。なんか余って結局佐藤黄色だった。結局網目は黄色だった。そう、でも私が黄色になった経緯ってそうなんですよ。余ったよ。そうなんだ。誰も黄色がいない。うん、じゃあ黄色だ。だってあのなんか残り物でもいいやって思っちゃうお姉ちゃんタイプの。みんな投稿を集めて。いないなってなった黄色かってなりました今。黄色ってでも元気なイメージがあるよね。でもじゃあ誰って言われたらいなくないですか。チッピじゃない。違う、今黄色してるからじゃん。こういう感じ、ちょこちょいな感じも。待ってよ、ピンクがいい。ピンクはピンクです。いやほらやったイエーイ、ピンクピンク。そうゆうちゃんが青系、悩みました。水色とか好き。でみやちゃんやっぱ紫、うん、わかるわかる、だから紫、そう現役がね、現役紫さんなんで、うん、でチッピはピンクが好きだからピンク、さピンク大好き。アサミはなんかこうふわふわした感じとか、こう自然体な感じがグリーン系、ね、妖精さんっぽい、そうなんか森にそう、うん、が緑っぽいグリーンとかの感じがあって、じゃあ黄色いないなまたってなって黄色。そうか、黄色は必要だもんね。どうしてもなんか戦隊ものとか並んでも結局黄色っているから。黄色、そうレッドがないよね。でもアイドルのセンターピンクでもいい。確かに、うんうんうん、なるほど、センターになった今。トーマシンチッピがピンク、レッドシープだからさ、あの、はい、あそうそうそう、バックが赤でライティング以外みたいな、なんとも言えないよ。レッドシープで赤っつうのはね。あ本当、そうそう、黄色か、そうか、俺はなんかアミミ黄色っぽくはない感じする、ね、そうなんですよね。アミミ何色だと思います。誰、黒、あ、まあ、黒があれば黒っぽいけど、黒か、でも赤でもいいかもしれない。わかる、わかる、確かに赤でも、赤か、私青でした、はっきりしたよ、うん、だって赤でもいいってさ、赤って本人できない。いやでも赤になるとなんかこうバランス悪いかな。青、紫、ピンク。いや俺の知ってるアイドルさん5人いて3人赤ってやつ、かぶりあり。なんか変な、そうこういうワインレッドとかなんか赤の読み方変えてる。はい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 、なんとかわけわかんねえおめえらっつったことあるから。確かに確かに。じゃああのアサミンと私も被ってるので、ショッキングピンクと桃みたいな。いるよね。9人組とかだとダマにいるよね。大大とかさ、大大と俺に一緒だろっていう。ね、いるよね。衣装を作る側の観点でちょっと考えて、もともと作っていたので自分たちで、なるほどね、なんかバランスを考えたらこうなります、ね、そう、衣装さんもやれるからね、はい、すごい。わさびピンクの自分は、あ、なんかピンクが好きだからっていう理由で。わかるよ、かわいいよね。まあ、ピンク、あの裏の皮はピンクっぽいよね。あ、お高く止まってる感じゃないんだけど、なんか優等生感というか、どういうことですか。なんかそういう感じ、どういうことですかっていう感じがピンク感。緑だと、どういうことですかそんな感じ。わかる。そう、その感じがある。でもまあ緑でもありかな、さっきのは俺はヒットしたから、うんうんうん、チッピピンクはまあ普段がねピンク好きだっていうのはあるけど、うんうん、なんか紫2人並んじゃったらどっち取るかなってなったら、みやちゃんの方が、紫書いてない、そう
かってない多分譲り合った。でも俺チッピ赤でもいいかなとかは、嬉しい、確かに嬉しい、さっき言ったセンター感というか、うん、引っ張ってくるセーラームーンセーラームーンの赤はなんだっけ、マーキュリーは青だよね、まずまず、まず、あ、まず、そっか、でもセーラームーンも黄色がセンターです、黄色がセンター、そうそう、月だから、あ、そっか、セーラームーンだから、そう、マーズが、でもセーラームーンの中ではセーラームーンが好きでしょ、いや、私ヴィーナス、黄色しかも黄色じゃねえか、ヴィーナスってあのセーラームーンの影武者役だったんで、うん、ね、黄色2人いるんです、5人の中に、そうそう、かっこいい、だからいいかも、このままでいいよ、ピンクピンク、ピンクピンク、影武者で、どっちかがどっちかが、影武者みたいなで、ワインレッド、みやちゃん、ワインレッド、うん、似合うわ、最近着物を本当に着すぎて、なんか普通の色っていうよりは着物寄りな色みたいな、あ、そういうことね、なんか渋めの色、なんか本当山吹色とか本当それこそ黄色って書こうと思ってた、うんうん、けど群青出たから山吹って書いたらなんか違うなと思ってなるほどね、玉木浩二は好きとかそういうわけじゃない、玉木浩二も好きです、好きなんだ、好きなんだ、人歌ってるけどさ通じてない可能性あるよそうでしょ、勉強不足だよ、します、そう、最後白、はい、あの名前がユキなので、うん、あ、そっか、可愛いね、名前から連想できるのいいね、あ、アイドルさんあるあるだよね、なんか、うん、自分の名前に色入れちゃう、桃田かな子さんとかね、そうだね、あ、え、でもレッドじゃない、赤違うか、あらららららら、いい例えみたいな言ったけどピンクオーリンだよねママママ、次行きましょう、次じゃあ次はレッド誰も書いてないな、書いてじゃあ緑引こうか、緑の人、緑の人自覚がない緑の自覚が出てるか、納得してない多分緑です、はい、はい、緑の人聞いてください、ババン、何でしょう、だらーん、おセーラームーンの5人誰がどれ、はい、はい、セーラームーンもわからないです、じゃあセーラームーンって書いて大丈夫です、わからない人はセーラームーンがわからないです、みんなセーラームーン、誰がセーラームーンっぽいか、誰がどれだか一つ、セーラームーンの5人、マーキュリームーン、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ビーナス、誰がどれって書いてます、わからない、一応性格的にはセーラームーンがみんなから愛されて愛のパワーで悪を倒すっていう話長えぞでマーキュリーは勤勉なショートカットの男性陣が一番好きな子です、ーマーズは強気な感じ、ハイヒールで北川景子さんがやってました、ね、実写で、ヴィーナスは美の女神なんでアイドルを目指してる女の子で、影武者もやってるのでもう戦士感が一番強くて、戦士歴もセーラームーンより長いです、一番最初に戦士になってます、で、ジュピターは力持ちのポニーテール、あー優しい、お弁当作りとかできるの、乙女なの、バラ好きなの、バラ、さあどれもう全部右から左に行っちゃいました、なかなかこれはもう集中してセーラームーンの話題集中して、シッピが独占でございますよ、俺喋れるとこなかった誰がどれ、ね、誰がどれ、月に変わってしばくわよ、しばくわ、月に変わってしばくわよ、強い、大阪のおばちゃんみたいだね確かに、武器はあれでしょ、あの布団を叩く布団叩く役所に変わってしばくわよすごい怖い、まあまあでもこれはチッピーはまああれでしょうけど、え、ありがとうございます、この他はチビウサ役とかもないですか、これは北村さん、ないないんだ、ね、ムーン、マーキュリー、マーズ、ジュピター、ヴィーナスですね、わかんないやん、あれですよ、もう最悪あれタキシード仮面俺やるっていうそう考えるとみんなムーンやりたくなくなるでしょ私タキシード仮面やりたいです、逆にいい、あ、でも面白いんじゃない、あ、書けました、あ、何も書いてないです、ね、はい、ちょっと時間もらってねあ、そっか、全員分書くのか、いやいや、自分の分で大丈夫、あ、自分の分でいいんです、はい、さっきアミミがもうね頑張ってくれただけで、書けました、え、なんか今誰がどれって書いてあったから全員分の書くのかと思っちゃった、ちなみに、はい、あのセーラームーン好きの中では、セーラームーンマニアの中ではタキシード仮面様がヒロインと言われてます、逆にね助けられてる感がめちゃめちゃありますよね、セーラー戦士ではないので、はい、
そう、困った時に助けに来て自分やられちゃうパターンもありますから、バラですから ね、 ね、バラを投げるんですから、そうそうそう、バラシュンっつって、で、あとはセーラームーンが助けてくれるので、そうなんだよ、セーラームーンが助けてくれる、基本さらわれるんです、こちら仮面様、はい、じゃあ皆さんいいでしょうか、分かんない人はもういいです、大丈夫です、星の名前書いてみてください、はい、いきますよ、せーの、ドン、ギャン、ジュピター、ルナ、ルナ、ルナ、ムーンですか、ルナ、いますよね、ルナ、猫です、はい、猫です、で、ビーナス、ジュピター、チビウサ、あ、ジュピター2人いる、なんか歴が長いって言ってたから私かなって10年目ですからこちらなんか力持ちって聞いた気がした、そうそう、あ、だからなんか自分いつもドラッグストアでこうやって運んでる、あ、力持ち、まあでも力は絶対こっちの方がパワーは握力38くらいあるけど、すごい40近くあります、みなみちゃんってなんか頑張り屋さんはあるかもね、なんか確かに重たいのをそうひるまずにいっちゃうからモテる感はあるけど、ナチュラルモテるタイプなんで、ナチュラル、そう、重たそうとも思わずにあーっつってこうやって持っちゃう感が、いいっすよ、かっこいい、衣装とか20着くらいこうやって持って歩いてる、そう、全然そうなんで、ね、修行が足りんようで、そう、5人だっつってんのにね、チビとルナが入ってる、そういうことない、ちょっとタオルがすいません、すいません、まあこれはそのままですね、まあでもチッピにはムーンを描いてほしかったです、あ、ごめんなさい、やっぱセンターが、センターキャラなんで、今日黄色です、あ、センターにいるだけだから今日だけですよ、なんか中途半端に余ったんで私が引きます、はい、ドン、はい、これは何でしょう、ポエムさんにキャラ声で冷たい一言って書いてます、おこれはじゃあすぐすぐできるね、すぐできる書かなくても別に、じゃあどう、じゃあキャラ声って書いてますから、何かの自分のキャラを、やっぱ声優さんでございますから、これは全然違うんだけど、昔のメンバーに僕はあのセイラさんをお願いしたことがありましたね、あのなんか声が入るチェキがあるんですよ、今知ってます、そう、だから毎回あそこのチェキの QR コード見るたんびに、あのなんかセイラさんの声で、それでも男ですか軟弱者って言われて、だって台本にもいっぱい入ってたじゃないですか、ね、もっと聞きたくて、はい、もうあれは私の役得で、じゃあみーちゃんでしょ、みーちゃんでしょ、みーちゃん言わないで、あ、そうそう、じゃあすいませんがポエムさんじゃなくてもいいですけど一言じゃお願いします、ポエムさんじゃないと言いづらいですよね、じゃあどうぞ、私もチッピあ、やばいですか、じゃあチッピからいきますか、はい、はい、冷たい一言お願いします、冷たい一言、はい、いきます、お酒ばっかり飲んでると月に変わってお仕置きよ、おー、まあ、セーラームーンですか、こういうことですよ、キャラクターっていうのは自分の中でキャラクターやって、はい、入れてやってください、そのまんまお返ししたいですけどね確かに、ブーメラン、そのままね、みんな思ったでしょ、お前だよって何をチャミするストローを刺してんだったんでしょ、なんで怒られてるの、じゃあこれはまあいっかも、チッピだけでいっか、ね、なんでもう一人ぐらいやらせましょうよ、もう一人ぐらいもういいって、誕生日迎えやりたい、3日前にやりたいよね、冷たいこと何でもやるってさっき言ったじゃんやりますやった、みんなよかったね、なんか冷たいキャラにして、あの俺じゃなくて、あのできればあのカメラに向かって、ね、永久保存版ですよ、はい、じゃあ最後お願いします、それで締めましょう、服は長袖なのに靴は下駄を履いて、暑いの寒いのどっちなの確かに、それ何のキャラだ、もう俺がわからないですけど、これ下駄を履いておりました、ずっとカランコロの下駄を履いて、いや俺この番組出ると知らなかったから前の番組はさ上半身だけだからさ、ここだけ仕上がったらいいえと思っちゃったからさ、ダメージジーンズに下駄できちゃったバラされてしまいました、以上、キャラクターで俺を罵るのコーナーでした、イエーイ、じゃあ皆さんでせーのっつったら CM 行きましょうか、はい、じゃあせーの、 CM どうぞ
いてのコーナーは紙芝居のコーナーです。今日からですね、台本を作ってくださる方がポエムさんの後輩で作家の阿部慎一郎さんに変わりました。ありがとうございます。はい、そして今日のリクエスト、お題のリクエストはどなたがしたんでしょうか。はい、はい、いやなんか TikTok の配信中に、うんうん、あのプロデューサーさんの方から今アンケート取っちゃえばって急に言われて、じゃあ取ってみようか、じゃあ何にする、江戸っぽいことしてたからそういう感じで、じゃあそういう感じでって皆さんに投げたらなりました。なるほど。今まで全然ねテイストが違うからどうなってるみやちゃんのリクエストというよりはみやちゃんのファンの方のリクエスト、そうですね、ファンの方から一番楽しみなんですね。嬉しいですね。ちょっと楽しみにしておいてください。はい、では、配役の説明からいかせていただきます。まず中村ぬくみず、まんだ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 、はい、あみみ、はい、はい、そして花屋のマサ、はい、ゆいちゃん、はい、そして現像、はーい、現像笑い残ってる、笑い残ってる、さすがやるやる。はい、お題が私ですね。はい、そしてナレーションがみやちゃんです。ナレーションです。うん、さあそれでは楽しみにしていてください。ではタイトルコールいきましょう。せーの、必殺仕事人。江戸の町は静かに眠ろうとしている。しかしその裏では金に物を言わせる悪党たちが暗躍している。正義を求める声は届かず、弱者たちの嘆きは消されていく。だがそんな闇の中で仕事を引き受ける者たちがいた。仕事人たちだ。今夜もまた彼らの刃が輝く時が来る。夕暮れ時、江戸の片隅にある小さな花屋、店先には色とりどりの花が並び、人々が足早に通り過ぎていく。その中で一人の女性がおもむろに店に入ってくる。花を添える、花をください。誰か亡くなったんですか。私の夫です。夫はある男から必ず勝てる賭場の話を持ちかけられたのですが、夫は全財産をかけて全て失ってしまったんです。どういうことですか。詳しく聞かせていただけませんか。源蔵という男が新しい賭場を開いたと夫に持ちかけてきたんです。秘密の方法で必ず勝てると。必ず勝てるですか。ええ、最初は本当に勝てたんです。小さな賭け事で賭け金で何度も勝たせてもらい、夫はすっかり信じ込んでしまいました。そして源蔵はもっと大金をかければ一気に富を得られると夫を誘いました。それでご主人は家や土地を担保に全財産をかけました。でもその時だけは不思議と全て負けてしまったんです。イカ様をされたんですね。はい、後で聞いた話ですが、賭場の道具に細工がされていたそうです。騙されたと知った夫は自ら命を絶ってしまいました。お気の毒に、この花を備えてあげてください。綺麗な黒百合の花、現像にもいつか正義の鉄槌が下ればいいな。ありがとうございます。おたいは深々と頭を下げ、黒百合の花を抱えて去っていく。マサはその背中を見送りながら、静かに拳を握りしめた。はあ、こんな昼間に見回りなんてどうせ意味のない仕事だ。町奉行所のやつらは机に向かってふんぞり返ってるだけだしな。俺もあいつらみたいに何もせず楽に暮らせたらいいんだが。モンドさん、今夜は仕事だ。仕事ね。仕事人としての仕事か、それともこの無駄に長い見回りのことか。仕事人に決まってるだろ。今夜の相手は現像だ。
あの悪党、イカ様で貧しい人々を騙して金を巻き上げている。ああ、現像か。何度か噂は聞いている。やつは裏で金を使って役人を買収しているらしい。表の裁きは期待できない。なるほどな。法の網から逃げても俺たち仕事人からの網は逃げられないってわけだ。ああ、今夜がやつの最後の夜になる。ああ、よし。今夜は俺が前に出る。お前は陰からサポートしろ。現像の屋敷は複雑で逃げ道も多い。俺が正面から乗り込んでやつの目を引く。その間にお前が背後から回り込むんだ。モンドさんが前に出るなんて久しぶりだな。大丈夫か？お前みてえな若いやつばかり任せてるとこっちも鈍る。たまには前線で汗かかねえとな。そうか。じゃあ今夜はあんたに頼ることにする。夜、豪奢な屋敷の中、現像は高笑いをしながら酒を飲んでいる。周囲には取り巻きの者たちが贅沢を楽しんでいる。愚かな連中め、欲に目がくらんで自分から全財産を差し出すとはな。イカ様に気づきもしないとは笑いが止まらん。チャララララチャララチャララ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 。ここで終わりだ。お前の罪ここで償ってもらう。残念だな。お前ごときが俺に勝てるわけがない。現像の体が変形し始め、鬼のような姿に変わる。筋肉が膨張し、赤い目が輝き、漆黒のオーラをまとい始める。見ろこの力。俺は鬼の力を手に入れたんだ。お前など一瞬で引き裂いてやる。影の呼吸一の方、影走り。どこだ？姿が消えやがった。影の呼吸二の方、月影切り。うわぁ、俺の腕が。だが現像は腕を再生させ再び立ち上がる。切られても俺は何度でも再生する。俺は不滅の存在なんだ。あいつはただの悪党じゃない。鬼の力に溺れてもう自分を取り戻せないんだ。俺が切らねばならない。これで終わらせる。影の呼吸奥義、月輪の影。モンドが繰り出した奥義はまるで満月の光が一瞬で現像を包み込むように鋭く力強い斬撃が放たれる。技の美しい軌跡がまるで影のように残り、現像の体が真っ二つに裂かれる。バカな、俺が鬼の力を手に入れたのに、俺が負けるはずが。人々を騙し希望を奪った報いだ。モンドさんすっげえ。俺の出番もなかったわ。そして翌日の朝、マサの花屋。おはようございます。はあ、おたえさん早いですね。昨晩現像が亡くなりました。あなたがやったんですよね。そんなはずありませんよ。だって黒百合の花言葉は復讐、私の代わりに果たしてくれたんでしょ。俺じゃねえよ。いくらですか？あなたがもし仕事人の仲間ならそれなりの報酬を支払わなければ。いらねえよ。でもあなたに申し訳ないです。いらねえったらいらねえよ。二人とも朝から賑やかだな。モンドさん、おはようございます。モンドさん。おたえさん、顔色が随分良くなったな。はい。あんたの笑顔は俺たちにとって一番の報酬だよ。田村さん、あなたまさか。だからこれからは亡くなった夫の分まで強く生きてくれ。はい。江戸の町はまた静けさを取り戻したかに見えるが、悪は決して消えない。それを知る仕事人たちは次の夜を待ちながら静かに刃を研ぎ続ける。裏の正義は決して終わらない。おしまい。ございました。ということで、必殺仕事人。鬼滅の仕事人でした。全然違う人が出てきた。よもや。はい、ということで、まずはね、絵の振り返りからいきましょうかね。はい、今回の表紙はあれ
どうした？ごめんなさい、ごめんなさい。どうした？どうした？ちょっと、ちょっとすいません。どうやって？ちょっと待って、背中にペンが。大丈夫だよ。すいません。落ち着いて。落ち着いて。ちょっとラグがあって。すいません。失礼しました。今日ゆうちゃんが大暴れしております。ご周年だからね。舞い上がっちゃって。はい。ということで、改めまして、表紙はあみみが書いてくれました。刃光らせておきました。うんうん、いいね。光ってる、キラキラキラ、字綺麗だよね。本当に。はい、そしてゆうちゃん。あれ、ゆうちゃんいなくなった。はい、はい、ゆうちゃんが後ろ姿、これなんか縁日花火を待ってるカップルの背中みたいな。黒百合の花よね、これね。そうなんです。真ん中が黒百合の花で、はいはいはい、あのちゃんと、おたえさんには喪服を着せたつもりで。なるほど。黒い帯にして。なるほど、うんうん、で、そうなんだ。ちゃんと こっちがおたえさんだと思ってた。ちゃんと手裏剣を添えたので。あ、失礼しました。手裏剣を添えたので、ちょっとあの、うん、顔がかけこけるかなって思って後ろ姿にしたら、ちょっとなんか違う作品みたいになっちゃいました。いいよいいよ、もう夏って感じ。はい、そして、2枚目、はい、みやちゃんですね。なんか街の風景だったのでお団子食べさせました。ね、大丈夫これ、あの広げすぎない、ね、確かにショールーム大丈夫これ、バンされない。多分キラキラが映ってて、多分光でうまく見えないんですけど、よく変身シーンであるこうキラーンっていうのが多分今ちょうど格好でね、はず絶対に見えなくなってる、絶対に見えなくなってるはず、見せられないよって。センシティブだわ。失礼いたしました。お団子食べてますね。美味しそう。いいね、食欲の秋ですよ。はい、そして3枚目は私でございます。すごい、そうそう、うんじろうがすごい、うんじろうがね、うんじろうがすごい。何やってるんですか。ただの市松模様ですよ。そう、なんかさ、傷を描こうとしたらさ、ハリーポッターみたいになっちゃった。ナニーポッターになっちゃった。魔法を使う剣士になっちゃった。これもなんかだんだん魔法の素敵になってんだ。ウィンガーディアムレビオさん、セーラームーンではないですよね。あの月に変わってないですから。そうそう、なんかね、あの武器をあの持たせようと思ったら間違えて、私が知ってる武器って全部セーラームーンの武器しかない。たまたまです。はい、あと魔法使いになっちゃった。そうそう、ワインとね、サイコロも持って。本当だ、手鬼っていいよね。気づかなかった。確かに何でも渡せられる。そうそう、生えてくるためにいろいろ持って生まれてきます。はい、そして4枚目がアサミンですね。こんなに穏やかな顔していたのね、おたえさん。はい、よかった。最後ね、最後なんで。めでたい。かわいいよね。なんかEテレみたいじゃない。Eテレのさ、音楽流れてる時に出てくるさ、小学生とかが書いた。みんなの歌とか。そう。かわいいですね。はい、ありがとうございました。ということで、必殺仕事人でございました。今回台本も違ったからね。ねえ、どうでした？新しい台本作家様は。安倍様なかなかね、うん、漢字がそうなの。簡単が変わらず、そう、読めなかった。変わらず私たち苦手なんで漢字が。あのね、先月あの実は安倍さん見に来てくださっていたんですけれども、うん、なんかその時にポエムさんがポエムさんの後輩でいらっしゃるので、安倍さんがポエムさんがあの注意事項として、あの彼女たちは漢字が読めませんので難しい漢字はあんまりない方がいいかもみたいな感じで言ってたんですけど、この程度は難しくないだろうっていう感じでね、いっぱい書いて、すごい量のね漢字がいっぱい入ってて、ちなみに私にこれ問答抜く水って教えたのは彼女です。え、こちらですか。みやさんです。冤罪が冤罪が伏線が一緒じゃないの。やらかしの意味です。ひどい。まあ、楽しかったですね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では台風の文句を言っていきましょう。アメミのお天気コーナー。はーい、東京の週刊予報に、あれはちょっとちっちゃいですけど、秋になるのはいつ？
結論から言うと来週も秋来ません。全然30度とかは行きます。いや暑い。いつになったらお酒の秋になるの？年中お酒です。こればっかりは年中お酒でございます。ただ若干こう最低気温の方が下がってくるので、あとは晩の気温の下がり方には皆さん気をつけて、家出るときはまだちょっと涼しいなってなって、いけるかもって思ったら全然ね日中暑くなったりするんでお気をつけてください。はい、ということで何か告知がある方いらっしゃいますか？ないかな。はい、ということで皆さんご週あっ言うのだ、今日はちょっと長くなってもいいよって言ってくれたからいいよ。10月の12日に、私が、ライブでお世話になった浅田舞子さんという、ね、方の、バースデーの、ね、お誕生日の生誕祭があるということで、そちらに出させていただきます。今日もね見てくださって舞子さんにいらっしゃってます。なのでそちらに出させていただくので、皆さん10月の12日合ってますか？始まりがちょっと11時お昼からちょっと早くはなってるんですけど、もしお仕事とかちょっとお休みだよとかちょっと空いてるよとかお祝いしたいよっていう方、ぜひぜひちゃんとこちらもお酒が飲める場所でございますので、ぜひいらしていただけたらと思います。わー、絶対行きましょう。はい、ということで声優プラネタリウム5周年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。